発本チャンネルご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。トロトロですね。トロトロのコラーゲンですね。バレリーナのつま先みたいで可愛いっすよね。はい、こんな感じでうなげを、うなげじゃないや、うなげを焼きます。細かい毛がついてますから豚の毛が硬いんで、よろしくお願いいたします。はい、今ガンガン煮込んでます。上に豚耳が乗っかってますね。下は全部豚足です。入ってるスパイスはこれから入れますね。ネギ、生姜、あとこれは、八角って言ってスターアニスですね。これは、シナモンです。以上、この4点のスパイスです。よいしょ、じゃあ、はい。で、はい、こんな感じです。まだ結構時間かかりますね、これは。あと3時間ぐらいですか、大体。こんな感じです。今火を消しました。あとは冷えるのを待ってしまいますね。こんな感じです。チャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いいたします。こんな感じです。はい、もう手で持っていると潰れそうですね。トロトロですね。トロトロのコラーゲンですね。つけます。はい。これはランチで結構マニアックなんですけど、豚足を食べる人は豚足しか食べません。あんまり豚足売ってるとこないんだよ、ランチで。間違いなく、これは豚足の、グリーンソースですね。青唐辛子のソースです。で、お約束の卵。こんな感じですね。これは豚足ご飯です。はい。はい。ね。はい、完成です。はい。ここがね、共同駅です。発泡食堂はね、すずらん通りですから、すずらん通り入ってこうと思います。そうですね、共同すずらん通り書いてあります。
作るショップ屋さんがありまして、はい、パッポン食堂ここでございます。はい、赤い屋台もありますし、ここにね、安井さんの顔もありますし、ちょっといっぱい飲んでいくか、チリチリ。はい、安井さん、ようこそパッポン食堂。